4月17日、川崎市男女共同参画センターでスクラム21プチマルシェが開かれました。毎月第3水曜日午前11時半から午後1時の間に開催されるこちらのプチマルシェ、川崎で活動する団体や女性起業家が中心となり、テイクアウト形式のお菓子や手作り作品を毎月入れ替わりで出展しています。グルテンフリーの生活を意識されている方がすごく多いので、米麹をしているお菓子をちょっと多めに今日お出ししています。おみくじ付き の、 プチブーケを販売しています。おみくじ付きなので、その人のあったメッセージがついているのが特徴です。自分が持ってる今までほら家でストックしてた材料を使って、一番自分で思う最高に可愛いものを作ってます。売れ行きがいいのがこのクエン酸入りの消臭スプレーで、お客様が好きなオレンジ系の香りと、あとはラベンダーとかそういうものを集めて作ってます。取材したこの日はパスケースやポーチなど手作りの革製品を扱うお店や、焼きたてのパンや市内で採れた野菜を販売する店舗も出店していました。川崎市男女共同参画センターでは年間を通じてさまざまなイベントを開催しています。次回のスクラム21プチマルシェは5月15日水曜日に開催予定です。